えー、皆さんは人生において一度はあ自衛隊の仮設本部に入ったことがあるかと思います私は人生において一度だけ入ったことがあります、えー、運動会のテントの,あの白いやつを茶色いやつにして、えー、そして何個も、えー、組み合わせてそして、えーね、壁もちゃんと茶色の、えー、ビニールみたいなシートを 引いたやつそしてその中に電源とクーラーと、えー、空調と、えー、大型の画面と、えー、機材そして自衛隊幹部おそらく防衛大学を出てきている幹部の、えー、おじさんたちがわんさか <laughs> いてそしてそこに家事、えー、官、えー、および、まあ、多分一番下の隊はもうすでに現場で現場で。<laughs> 戦闘訓練っていうのをやってると思うんですけども、そういうところに一度だけ入れてもらったことがあるんですよね。えー、で、その映像が、そのね、えー、記憶が私の中にあって、それがバイアスとなり、前回の動画、あのー、自衛隊幹部が捜索マップの黒丸のところ行ってましたと。いや、要は幹部、あのー、 なんか防衛大学を出たようなそういう優秀なというか、まあ、階級戦の中ではかなり上位の方にいるそういう幹部が回ったみたいな印象で <laughs> お話ししましたが6月中旬頃に私のところに来ていた情報だと、えーえー、違いましたねメールには、えー、可視官と書いてます可視官なんで おそらく、ね、総とか総長とか、まあ、そういうくらいだと思うんですけど、私、ちょっと詳しく、階級詳しくはないんですけど、幹部ではないですね、これ、一般企業で言ったら、多分中間管理職みたいな。 私が前回の動画で言っちゃった幹部っていうのは一般企業で言ってのは役員みたいなもんですから部長よりさらに上かなっていうイメージで多分皆さん受け取ったかと思うんですけども違いますね管理中間管理職みたいなところの人たちは黒丸の,あのところに入ったと私は妄想しておりますそして平社員ですね一般の平社員はまあ何名かのグループになって そして交代交代でおそらくローラー,ー展開したんじゃないかと思いますね、えー、ある程度の距離を置いてそしてダーッてやぶ中を緑の棒でツンツンしながら入っていくみたいなローラー、えー、指示っていうのが多分出ててそしてその中には1時間ごとに休憩取りなさいよと1時間ごとに休憩取るときには足に戻ってやりなさいよみたいな命令が出てたと私が勝手に妄想していますけどその妄想の中で 1FA の、1FA というらしいんですけど、それの価値観がおそらく創作マップの黒丸に行ったと思われます。<laughs> で、おそらくですけど、その行った人は、八百屋さんですとか、物欲さんね、物欲さんが7月30日に行った後編の動画で、あの場所、<laughs> 映ってましたけど、 そういうところに行ったんじゃないかと。あの物欲さんがブルーシートの歯止めみたいなものを見つけたやつね。あそこは当時は規制線の内側だったわけです。 うーんと5月の上旬頃にヘリコプターとかで撃、えー、これ前,前にも動画で言ってるんですけど、お、え、そ、ー、らくそれが証明されたと思うんですね。私の妄想が証明されたと思うんです。あの物欲、物7 3 0うでね、後編のやつで証明されたと思うんですけど、あそこら辺はもう掘り返しまくってるわけですよ。 それは犬を導入する前なので、山梨県警が合理的判断のもとに、考えのもとに掘りまくった。そしたら出ないという結果が出たんですか、あそこ。何にも出なかったという結果が出たんですよ。何にも出たかったの、あそこであ。あのブルーシートの歯止めを見つけたところでね。そしてそこ、なんか言ってましたよね。あの、平坦だとか。 重力的に私は詰まりゾーンの上端部っていうのはプール状になっているというそのプールね、まあ、そのプールも何段かの階段に分かれてるんだけど、詰まってるから詰まってるから、それ自然の園庭なので、えー、椿さん園庭の解説動画やりましたけど、あれは人工的に止めるのね、止めると土砂がそこにたまるから、詰まるわけ。 詰まらせ、わざと詰まらせてるの、園庭はね。あそこは自然に詰まってるわけ。詰まるとどうなるかと言ったら土砂が溜まって、そこが平坦になりますから、平らになります。じゃあ、雨降って大量の水が合流したときに、そこプール状になりますから、ぷかぷか浮いちゃうわけ。だから、靴とかね、ぷかぷか浮いたら、えー、普通上であれば上から下へなんですよ。ね、水がないときに思うのは上から下へって思うでしょ、みんな。だけど、プール状になっちゃうと、 平行移動すんじゃん。パカーンって浮いただけでね。だから、あっちの方までやったわけよ。一応。そして、一応、上流を徹底的にやった。そこをヘリコプターで取られてるわけ。取られてるわけ。そして、今、物欲さんが入って。まあ、物欲さんが入る前にも、八百屋さんとか、ミルクさんが入って、あそこも掘られてるっていうの明らかにふるいにかけてやってるの分かるじゃん。ミルクさんの動画でも分かりますよね。で、そこにはなかったんですって。その証拠に、規制線は魅力、ミルクさんの動画を見れば、規制線はもっと下側にあるわけでしょ。 変でしょそこ、規制線の、えー、外、内側だったのに、そこをわざわざずらして、あっちにやったとっいうのは、私はなかったねって、そこはなかったねっていうふうに判断したわけ、あの妄想したわけね。そして、えー、規制線をずらしたわけ、下側に、えー、それはなぜかっつったら見つけたわけ、ね、物理的、合理的に、えー、の考えのもとに正しいなと思われる最上位点を見つけたんですよ。 それは、規制線の内側になってます。規制線今解かれて、あのテープの場所分からないですけど、ミロクさんの動画を見れば分かります。ミロク配本の,5の,9 5, の4 5の4を見れば、えー、分かります。それは、未成線の外側にいるでしょ、ミロクさんは。でも、そのミロクさんがいるところも掘ってたわけ。前々は、規制線の内側だったわけ。 じゃあなんでそこにわざわざ規制線を移したかというとそれは我々一般人が入ってくるということを我々というか一般人が入ってくるということを警察は山梨県警は想定してないわけそもそもがねじゃあ誰に対しての規制線かというと現場のやつらに対しての規制線なんですって。 人場、あ、奴らってちょっと申し訳ないな。現場の、だ,だってブルーシートの歯、ブルーシートを不法投棄してるわけです。まあいいや、いやあの歯止めなんて自然に帰りませんから、なかなかね。金属の部分。だからそういうのもちゃんと回収してほしいんですけど、私からしてみればね。だから奴らって言っちゃったんだけど、えー、すいませんでしたね。えー、山梨県警の方々が、方々が、 あのそこをやみくもに掘ってたんですってそれの証拠やみくもに掘ってたけどそこなかったですよなのだからばらまきは完全に否定されてるしその、えー、上流部第何の差か分かんないけど、えー、西山943の直下のピークのところにはえーえー には一切何もないですよってて判断してるわけでサラッと多分回ってると思うよ。犬連れて回ってると思いますよ。いろいろ行けるところはね。それないですよ。で、見つけたんですって。もうここしかないってところを見つけたの。そこが規制線の内側になってて、その最上位点にバッテンマークつけてるわけ。誰かが。私はペットボトル野郎だと思いますけど、そのバッテンマークはね。最上位点。一番上で見つかった遺留物、ブルーシートがかかっていた弥勒、えー ミロクハイフォン5-4の,の時のブルーシート、それは3-4ののでしたっけ ?3 のなな分かんないけど、下からのやった時には映ってないブルーシートが映ってるんですけど、そこが一番上のやつ。だから、そこよりも下しかないの、枯れ沢はね。だけど、枯れ沢は自衛隊の可視化も入ってるわけ、ボランティアも入ってるわけ。 弥勒、ね、さ,さんとか八百屋さんとか物欲さんと同じようなルートを入ってるそこにいませんでしたよって何回も言ってるじゃないですかそこじゃないんですってねしましてはそこっていうのは5月あ10月の12日の台風でしたっけ、まあ、その辺にですねそこめちゃくちゃ地形変わるだけ流れてるわけ。 だから皆さんが今、えー、現地ユーチューバーが行って、彼さんを映してるやつは、もう、美咲さんがお亡くなりになった後に地形が変わった様を映してるわけ、その証拠にヤフーの地図とかと全然違うから、そして Google のやつ見たってわからないからね。 Google のマップとかの、えー、国土地理院とかのやつ見てもあのところ勘違いするから多分ね皆さん多分勘違いしてると思うんだけどそれは Yahoo の航空写真で見ないと分かりませんよそして Yahoo の航空写真の木とかそういうの全部なぎさわされてるねってのは分かるわけ。 ヤフーで写ってる航空写真がおそらく2019年の10月12日の台風でめちゃくちゃになってますねってのは分かるわけでめちゃくちゃになってる時その時に美咲さんがあの沢にいたならばそりゃ下まで流れてくるでしょってボックスカルバートのところかもしくはもう全然見つからないぐらい土砂の下敷きになってますってだから違うのその時にはそこにいなかったのだから歌詞観も見つけられなかったの 1FA の歌詞観も見つけられなかったんですって その上にいたから。みんな上取らないでしょなんとなくさらっと登る,る,る、見、映すけど、だけどそこのツルを登っていこうとしないでしょみんな。だその上にいたんですって、三崎さん。それが事件だったのならば誰かが行きしに来た。その行きルートは一本前の動画で参考程度に出しましたけど、ほぼないと思いますけど、ああいうふうに行きするわけ。で、そして自然に来た場合にはど、どこのルートを通ってたか今やわかりませんが、 で足跡らしきものが足跡でしたって言われても、その後どこ行ったんですかっての分からないでしょ、全然。足跡の,のルートなんてないから、だから警察だって足跡でしたよって科学的に出たとしても言えないわけ。何も言えねえなわけ。だってその後どうなったんですかって言ったら、全然ね、その後事件に巻き込まれた可能性だってあるわけね。足跡のとこまで行ってからね。だからそれ言えないから言わないかってわけ。だけど、何らかの理由であそこにいたんですって。あの 皆さんが見ない、注目しない、鶴の上にで、その鶴の上から流れてきたときに、どういうふうな散らばり方をするのかっていうのを、行けば分かる、現地に行けば分かるけど、私は別に興味ないから行かないけど、その中で一番上位点と思われるところを、バッテンマークしてるんですって。 だからあのバッテンマークのところは上、あっちの本流から流れてきたんじゃなくて左側の斜面か左うんと下流を見て物欲さんの絵で行ったならば下側を見た時の左側の斜面から左から右へ流れてきたの。で、八百屋さんの場合だったら八百屋さんの B7 とかだったら、えー、下から上見てるでしょ下から上見ていった時に右側の斜面から落ちてきたの。その最上位点に、えー、我々に気づかれないように自分たちが YouTuber が撮った YouTube の映像を見たときに分かるようにマーキングをしてるんですって。ね、だから気づ,く気づくわけがない普通のそういう見方をしてなければ。規、ね、制、ね、線の位置をずらしたなんていうふうに考える人じゃないと分からないわけ。でブルーシートの歯止めが見つかったところはもともと規制線の内側でしたよ。そしてヘリコプターで撮られたときにはそこめっちゃ掘ってましたよ。ってそしてそこから何も出てませんよっていう重要な 合理的に考える判断のもとで重要なデータですよ。あんだけ探したのに何も出ませんでした。だからそこにはいな,いなかったわけ。ずっと。ずっと。 で、そして、規制線をずらしたわけ。誰に向けてずらしたかいうと、そっちからそっちは何も出ないから、あともう探さなくていいですよってずらしたってこれはね、前の動画でも言ったと思いますけど誰、誰の胸にも刺さってないと思いますけど、だから規制線をずらしたという証拠が、弥、え、ク、ー、さんと物欲さんのやつでわかる。そして、えー、そこの場所を自分たちが、えー、あ自分たちがわかんないけど、ペットボトル野郎がペット、えー、あのね、取られることを意識しながら、えーえー、我々にはわからないようにして、 やったと思います今日ね平日なんでおそらくいろんな人が、えー、物欲さんとか八百屋さんとか私の動画は確認してると思いますけど私は分かりましたからねそういう感じで、えー、やってるやつをね別に他の人にこれ向けたメッセージじゃないです、うん、これは、えー、ペットボトルやろうか、えー、82歳の消防団長を抱える消防団組織か 第二分団の人も見てるでしょう、おそらく、ね。若い人とか見てるんじゃない ?YouTube。その人たちかもしれないからね。そして何より受験生って言ってるんだったら、受験派の人たちは騒がないといけないですよ。そのバッテンマークとかそこらへんね、今ガン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 犯人が再び行って、よし、これ見つかんなかったよかったーとかつってやってるかもしれないし、再びね、愉快犯だったら、再びその辺にジーパンとか下着とか巻きに来るかもしれないわけでしょ。ね、愉快犯的にやるんだったらそうでしょ。 今みんな注目、預けてるユーチューバーが行き、現地 YouTuber が撮る。じゃあその時に、よし、ジーパンを持ってっ戦利品として持っていったジーパンを捨ててやれっていうふうにやるわけでしょ私はないと思いますけど、ねばらまきを否定したの、山梨県警は。その否定した証拠が、あのブルーシートの歯止めだって。あ、少し規制線の外側だから、最終的に。い,いつ規制線の外側になってるかっていうと、少なくとも魅力さんがあそこに入った時には規制線の外側になってますから。 はい、以上です。